差し入れだ、イングリッド。ドゥドゥ、ありがとうございます。あら、美味しそうなお菓子ですね。助かります。ちょうど作業が行き詰まっていたところでしたので。作業？それは報告書か。はい、先日ダスカー地方での戦闘があったでしょう。その時の報告です。大変な戦いでしたよね。ダスカーの安定にはまだまだ時間がかかりそうです。もちろん、あの事件に関与した者を捕らえられたのは喜ばしいことですが、ダスカーの民にもいろいろな者がいるからな。わかっています。彼らも私たちのような王国の民と何も変わらないのですから。善人も悪人もいるでしょう。問題は、悪人のトガを善人にまで押し付けたことです。仕方のない話だ。人とはそういうものだと思う。俺も故郷を焼いたファーガスの者たちが憎くないと言えば嘘になる。だが、陛下と共にファーガスで過ごすうち、いろいろなものがいると知った。俺だけでなく、陛下にまで石を投げ、罵倒するような者たちもいれば、ダスカーの民である俺に、気安く話しかけてくる者たちもいた。私はそれすら知ろうとしなかった。本当に。あなたと出会わなければ、たとえ陛下があなたたちの無実を訴えても、私は未だ頑なにあなたたちを憎み、恐れ続けていたかもしれません。だが、お前はそうならなかった。一歩を踏み出し、歩み寄ってくれた。俺が言うべきことではないだろうが、お前は立派だと思う。いいえ、立派だなんて。今の私はまだまだ未熟者ですよ。あ、そうだ、この作業が終わった後、ちょっと町へ食事に行きませんか？ああ、構わんが。実は先日、美味しい食事を出す宿場へ陛下が連れて行ってくださったんです。宿場の主人がダスカーの方なのですが、どの料理も絶品で。もしドゥドゥが嫌でなければ、ぜひ一緒に行ってみません？待て、イングリッド。はい、嫌でしたか？それとも何か他の予定があったとか？いや、そういうわけではない。だが、陛下が連れて行ってくださったと言ったな。はい、陛下にとっては随分と馴染みの宿場だったようですよ。作業が終わり次第呼んでくれ。俺は陛下と話してくる。イングリッドと一緒だとはいえ、あまり軽率に出歩かれないようお伝えしなければ。秘密にしておくべきだったかしら。すみません、陛下。